今朝も寒いけど、いい天気だな。よし、行こう。気持ちよかった。いつも通り、ここで少しストレッチしてから帰ろう。榎本さん、おはようございます。巫女さんのお仕事、お疲れ様です。いえ、私は体を動かすのが好きなだけですから。それより、もうすぐ大晦日ですね。皆さんこれからお忙しくなられるんじゃないですか？大変ですね。夜中は寒いですし、お体に気をつけてくださいね。素敵ですね。私も昔背中を押してもらったな。アスランのセンターになることが決まった時、ここにお参りをしに来て、その時に榎本さんに声をかけてもらったんだっけ。あの時は随分気持ちが楽になったな。きっとここで見守ってくれる巫女さんたちに助けられてる人もたくさんいると思います。今年もお仕事頑張ってください。それじゃあ私はこれで失礼します。良いお年を。走った後のシャワーは気持ちいいな。夕方からお正月配信の話をするから、それまで企画でも。みのりからメッセージ。はるかちゃん、愛理ちゃん、しずくちゃん、お正月配信のネタ考えてきたよ。わあ、すごい長文。お正月配信のネタ、いっぱい考えてくれてるな。どれもいいから、明日みんなで一緒に練ってみよう、と。うん！そういえば、話は変わるんだけど。みんなもしよかったら、今年は一緒に初詣に行かない？初詣？前はお正月配信の練習でバタバタしてて行き損ねちゃったけど、配信は2日にやるし、元旦ならみんなで初詣に行けるんじゃないかなって。だから一緒に行かない？あ、もちろん用事があるなら大丈夫です。みのり、いろんなスタンプ持ってるな。ご検討っていうのもあるんだ。大丈夫だよ、私は一緒に行けると思う。みのりっては大げさだな。あ、愛理としずくも行けるんだ、よかった。そうだ、初詣ならあそこの神社がいいかも。いい神社を知ってるから、みんなで行こう。楽しみだな。
みんなで初詣。難しいだろうけど、もし時間があったら榎本さんにみんなのことを紹介したいな。私は今もみんなと一緒にアイドルを頑張ってますって。てわけで、今日は1月2日にやるお正月配信の企画を決め切るわよ。確か前はお正月配信のための練習をしたんだよね。ミクちゃんたちに聞いたよ。うん、配信の練習をするためにみんなでカヌタとスクワナイをやったんだよ。リンちゃんにしずくちゃんのスクワナイがとっても面白かったって聞いたから、ぜひ見てみたいわ。あら、本当？それならもう一度挑戦しようかしら。みもみちゃんたちのやったカヌタもすごく白熱したって聞いたわ。ああ、みのりとみく、あいりとりんのチームで勝負したやつだね。ああ、あいりちゃんとみくちゃんがほとんど取っちゃったから、私は何もしてないんだけど。へえ、面白そうなことをたくさんしたんだね。今回はどういうことをするの？はい、私はやっぱりお餅つきがいいと思います。お餅は楽しそう。ああ、でもやるなら決めと蒸すを用意しなくちゃだね。揃えるのはちょっと大変そうかも。ええ、それに一番はやる場所ね。雫の家の庭は広いからできそうだけど、さすがに場所特定されそうな気がするし。ってわけで他のネタにしましょう。お餅。じゃあ書き初めはどうかな。それなら私の部屋でもできるし。確かに、みんなでお習字のセットを持っていけばできそうね。私もいいと思うわ。そうだ、書いた書き初めをファンのみんなにプレゼントするのはどう？あ、それいいね。みんなの直筆書き初めがもらえちゃうなんて感激だよ。ちょっと、あんたもあげる側だってこと忘れないでよ。そうだったでも書き初めをあげるっていう発想はなかったな。さすがミク、ファンの気持ちがよくわかってるね。ありがとう。でも私はやっぱりカヌタがいいと思うな。この前やってすごく楽しかったし。それだ、今からみんなでやってみない？リン、今は企画会議中だよ。でも確かにカルタは前もすごく盛り上がってたし、視聴者も楽しんでくれそうだね。そうね、カルタの強いアイリちゃんをみんなに見てほしいわ。ならリハーサルで一回やってみようよ。そうね、じゃあ読み手は私がやるわ。本当に？やったー、ありがとう。じゃあチームは経験者を別のチームにして、ミク、ミノリ、レン、カイトさんチーム対リン、ハルカ、ルカ、メイコチームはどう？奇数だからしずくは見学ね。ええ、大丈夫よ。これなら負けないからね、レン。私は前もやってるし。リンがそういう風に言って勝てたことってほとんどない気がするんだけどな。カルタか、やるのは初めてだから楽しみだな。私こういうの得意なのよね。頑張りましょうね、姉ちゃん。ええ、アイドルは瞬発力、感謝神経で負ける気がないわ。はるか
ちゃんが敵チームになっちゃうなんて。全力でやろうね、祈り。みんな、頑張ってね。札の準備は OK だよ、アイリちゃん。ありがとう。それじゃあ行くわよ。秋の田の…はい。もう？すごいな、ミクちゃんの動き全然見えなかったよ。ふふ、たまたま覚えてた札だったんだ。でも、次も絶対に取っちゃうよ。そっか、それじゃあ私も本気で行かなくちゃね。こんなの絶対取れないよ。今朝はいいタイムで走れたな。昨日の話し合いでお正月配信の企画も作れたし、帰ったら家でゆっくりしようかな。あとは今年の振り返りをして、来年に向けての目標を立てて。ん？あそこ誰かうずくまって、榎本さん？大丈夫ですか？顔が真っ青。今、社務所に行って人を呼んできますから、ここで待っていてください。いえ、榎本さんは大丈夫でしたか？熱が、そうだったんですか。人手が足りないんですか。榎本さん、年末年始のお仕事を楽しみにしてたのに。それに、よければ、私にお手伝いをさせてくれませんか？初詣に行けない？うん。知り合いの巫女さんが体調不良になっちゃって。神主さんたちも人手が足りなくて困ってるみたいだから、代わりにお手伝いをしようと思うの。だから元旦は、一緒に初詣はできないと思う。本当にごめん。全然大丈夫だよ。私もできたらいいなって思ってただけだし、もし時間があったら次の日に行こうよ。私たちも大丈夫よ。気にしないで行ってきてね。ありがとう、みんな。それにしても、あんたって本当律儀よね。お世話になってるからって神社の巫女さんの代わりをするなんて。あ、うん。
実はその巫女さん、昔私の背中を押してくれた人なんだ。私が迷ってる時に声をかけて励ましてくれて、だからその時の恩を返せたらいいなって思うの。はるかちゃん。なら私も手伝うよ、はるかちゃん。人が少なくて困ってるんだよね。なら私も手伝う。はるかちゃんの心の支えになってくれた人に私も恩返ししたいもん。でもみのりのご家族にも予定があるだろうし、高校生は夜勤をしちゃいけないから、本当にお手伝いをするだけで。大丈夫、うちの家族年越しする前に寝ちゃうし。そういう問題でもないような。じゃあ私もお手伝いしようかしら。え、しずくも？しーちゃんはいちかちゃんのお家でお泊まり会をやるみたいだし、前からみこさんのお仕事がどんなものなのか興味があったの。だから私にも手伝わせてくれない？しずく。そうね、そのみこさんも神社も助かるなら私たちが手伝った方がいいんじゃないかしら。それに一仕事終わったらみんなで初詣できるしね。一石二鳥だわ。みんなありがとう。みんな、でやる年越しお泊まり会の用意はできてるかい？イエーイ、もちろん。みんなでも盛り上がっちゃおう。って言ってもリンはいつかの家に泊まれないだろう。そうだけど、みんなとお食事とかはできるし。みんなでいっぱい話そうね。そういえば前はミクたちと一緒に初詣に行ったけど、今回も行く？うん、せっかくみんな集まったんだし一緒にお参りしたいな。初詣か、面白そうだけど他の人もいるし大っぴらには出られなさそうね。そうでもないわよ、案外取れないのも。前はこっそり様子を見たり、おみくじも引いてもらったわ。おみくじ。ん？おなみ？今年のおみくじは絶対にリベンジします。あら、気を使わせちゃったかしら。リベンジ？おみくじでリベンジってどういうこと？ああ、前ルカさんの代わりにおなみがおみくじを引いたんだけど、それが大凶とか凶だったんだよね。絶対に今年は大吉を引きますからね。すごい気合いだね。頑張ろうね、おなちゃん。私も大吉パワーをほなちゃんに送るからね。私も送るよ。大大大吉。そんなんで大吉引けるなら苦悩しないだろ。今年も楽しい年越しになりそう。思ったよりも遅かったな。
何かあったのか。待たせてごめんね。大掃除に時間がかかっちゃって。あ、大掃除か。そういえば、アンのところの大掃除はどうだったの？お店も掃除しなくちゃいけないんじゃない？実は父さん、ああ見えて綺麗好きだから、うちの店の大掃除、1週間くらい前からやっててさ。そんなわけで、今日はそこまで掃除するところなかったんだよね。ケンさんらしいな。お前じゃそうはいかねえだろ。ちょっとちょっと、私も綺麗好きですけど、自分の部屋もちゃんと大掃除したしね。あ、私たちも大掃除したんだよ。メイコのお店ピカピカにしたんだ。いやー、僕も手伝ったから腰が痛いよ。テーブルも椅子も一度外に運び出したし。ねえ、メイコってば人使いはないんだから。いつも靴も入れる分働いてもらっただけよ。それでみんなは今日も練習？うん、1日はお休みにしてるけど、2日からはみんなでまた練習するんだ。お正月はのんびり過ごしたいしね。初詣行ったり、お雑煮食べたり。あ、初詣って言えば、みのりちゃんが近くの神社で巫女さんをするって言ってたな。みのりちゃん？誰？小羽の友達なんだ。私の友達とアイドルグループやってる子で、すごく頑張り屋のいい子なんだよ。ああ、俺たちも一度顔を合わせて歌の練習を見たことがある。にしてもミコか。アルバイトでやるのかな？アルバイトかどうかはわからないけど、同じアイドルグループのみんなでお手伝いするって言ってたよ。へえ、ってことはハルカもやるんだね。うん、多分そうだと思う。そっか。ねえねえ、そしたらさ、みんなで1日に初詣行かない？ああ、なんで俺たちまで？お前らで行けばいいだろ。いいじゃん。1年の計はなんとかって言うし、ラッドウィーケンドを超えるぞってみんなでお参りしようよ。トーヤも行きたくない？みんなで初詣。元日に初詣か。そうだな、家族で行ったことはあるが、友人とというのはあまり経験がないからな。できれば行きたい。アキトはどうだ？忙しいなら構わないが。はあ、分かったよ。どうせうちにいても何か食ってるだけだしな。やった、それじゃあ決まり。じゃあ早起きしてみんなで行こう。なんだ、やぶから棒に。あのね、この前花見ちゃんとお話ししてたんだけど、花見ちゃんは前のお正月にみんなで初詣に行ったんだって。だから私たちも行こうよ。初詣、それってカランカラン、シュカシュカっていうやつだのね。楽しそう。カランカラン、おそらく参拝の鈴の音とおみくじ筒を振る音かな。そういえば前はここでショーの話をずっとしていたから、初詣には行っていないみたいだったね。あら、そうなの？なら今年は行ってきたらどうかしら。リンも行きたい。おみくじ楽しそうだもん。
僕も。あれ、行ってきたらどうかしらって、ルカは行かないの？だってお正月は一年で一番のんびりできる日だもの。なんにもしないでのんびりしたいわ。一人だけね、正月決め込むなんてもったいないわよ。ルカも一緒に行きましょう。くー、あこが寝ないの。僕は時間もあるし初詣に行けるけれど、みんなはどうだい？そうだな、さきがいちかの家に泊まると言っていたから、今年も家族での参拝は夕方頃になりそうだしな。昼頃であれば俺は行けるぞ。やったー、ねねちゃんは？ねねちゃんは相手はいるけど、元日の神社って人が多いからあんまり。わかったってば、行けばいいんですよ。やったー、ありがとう。わーい、みんなで初詣でしょうだね。何？初詣でしょうって。うむ、確かにせっかく全員で初詣に行くなら、それなりの演出を考える必要があるね。初詣に演出？おい、また妙なものを持ち込むんじゃないぞ。はい、ポリポリチップスおせち味持ってきたよ。ありがとう、かなで。じゃあそこのお皿に出しておいてね。このジュースはもうついでいいの？うん、お願い。おう、蹴っちゃわないように真ん中あたりにまとめて置いといてくれる？わかった。すず、素敵なパーティーになりそうね。うん。これ何やってるの？あら、リン、どこに行ってたのかと思ったわ。今みんなでパーティーの準備をしてたもの。パーティー？そう、年越しカウントダウンパーティーだよ。前やってすっごく楽しかったから、今年もやろうって思ってさ。とか言って、今年もアニソンのカウントダウンライブに外れて暇だったからでしょ。違うってば。エナってば意地悪だな、もう。あ、せっかくだからさ、今年はカウントダウンだけじゃなくてお正月っぽいこともしてみない？お正月っぽいこと？お餅を食べるとか、初詣をするとかかしら。おお、初詣って言えば、さっき愛理からみんなで近所の神社で巫女をやることになったって連絡来てたような。みんなでってことは、つまりアイドル全員巫女姿？やばくない？真冬、なんで水木はすごく嬉しそうなの？アイドルと巫女が好きなんじゃない？桃ちゃんのみんなが巫女、これは見に行くっきゃないよ。みんなで行こう。いや、みんなで行く必要はないでしょう。まあ私は愛理の様子見に行こうかなって思ってるけど。かなでと真冬はどう？巫女のみんなが見たいみたいなテンションで言っちゃったけど、実際みんなで初詣できたらいいなって思うんだよね。そ
寒いから外はちょっと。あ、寒いのは大丈夫なんじゃない？いつもより気温上がるって天気予報で言ってたし。え、そうなの？うん、今年の冬はいつもより暖かいから日が出てれば春みたいな三が日になるって。だから私も行こうかなって思ってるんだよね。そっか、まあそれなら。やったー。真冬はやっぱり難しい。昼は家族と過ごす予定があるけど、毎年夕方は時間があるから、その時間に行けないか聞いてみる。ありがとう真冬。みんなで集まって何をしているのかと思ったけど、まあ悪くない雰囲気かしら。着付けはこれで問題なさそう。みんなは大丈夫？今日のあんたはファンじゃなくて巫女なんだから、しっかりしなさい。そうね、今からベテランの巫女さんから作法を教えてもらえるみたいだし。いえ、こちらこそ。いつも榎本さんにはお世話になっているので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。くださいました。で、お守りとかを売るときは。みのり、売るんじゃなくて販布よ。あ、そうだった、神様の力をお配りするみたいな意味だよね。ええ、お守りやお札を渡す場所が授与所っていうのも、神様のものを授かる場所だかららしいわ。神社ならではの言葉があって面白いわよね。お金をもらうときもお納めくださいって言ったりね。言い慣れないから気をつけないと。そういえば、みんな担当する場所は覚えた？うん、私はおみくじ。私はみのりと同じ授与所でお守りやお札を頒布する係ね。私はおみきと甘酒を振る舞う係よ。うん、大丈夫そうだね。私は参拝者の案内と連絡係だから、何かあったらすぐに私に言って、社務所の人に伝えるから。休憩はみのりとしずくが朝4時から、私とアイリが5時から。みんな寒いから風邪をひかないようにしっかりカイロを貼って頑張ろうね。ちゃんがリーダーになってくれてよかったな。え、リーダー？ええ、さっきの巫女さんも言ってたもの。一番しっかりしてそうだから、案内役と連絡役を任せるって。それってリーダーってことじゃないかしら。そうね、それに見どころがあるって言われてなかった？ありがとう。みんな今日はリーダーとして頑張るよ。
あと30分でスタートだね。そろそろ用意しようか。うん。あ、もうあっちにお参りに来た人たちが並んでるよ。早いわね。やっぱり一番にお参りしたいのかしら。もしかしたら大きなお願い事があるのかもしれないわね。大きな願い事か。はるかちゃん、どうしたの？あ、ごめん、ぼーっとしちゃって。いろいろ昔のことを思い出してたんだ。昔のこと？アイドルを目指し始めた本当に最初の頃のことだよ。実は私、アイドルを目指し始めた頃から何回もこの神社にお参りに来てたんだ。そうだったの？うん。小学校3年生の時にアイドルになろうって思って毎朝のランニングを始めるようになったんだ。それから毎朝アイドルになれますようにってここでお参りしてたの。へえ、ちょっと意外ね。はるかって神頼みするイメージがあんまりなかったわ。自分の力で何とかするタイプっていうか。よく言われるな。もちろん努力して自分の力でアイドルになろうって思ってたよ。でも人との縁やタイミングやそういうものがあるから扉が開くことがあるでしょ。だからそういう自分一人ではどうにもならないことはせめて神様にお願いしようって思ったの。それで本当にアイドルになってセンターにまでなれちゃうなんて、さすがはるかちゃん。ほんと昔からストイックでブレないわね、はるかは。ブレないってことはないよ。結構不安になることも多かったしね。アスランのセンターに決まった時なんて緊張で眠れなくなったりしたんだよ。そうだったのね。意外、はるかちゃんでもそんなことがあるんだね。うん。本当にセンターとしてやれるのかっていう不安とか、それでもやりきらなきゃいけないっていう気負いがあって、その時もこの神社に来たんだ。参りすれば気持ちが切り替えられるのに、今日はずっと胸が苦しい。来週から全国ツアーがあって、その後はレギュラー番組も始まって、本当に私がセンターを務められるのかな。私のハンカチです。ありがとうございます。お調子の時に落としちゃったのかも。大切なものなので助かりました。本当にありがとうございました。それじゃあ失礼します。一人じゃない。センターとしてファンの期待に応えられるかずっと不安になっていたけど、アスランは一人じゃない。みんながそばにいてくれる。それなら、あ、
の。ありがとうございます。私一人で背負いすぎるところでした。ちゃんとみんなと一緒に頑張ろうと思います。あの、もしよかったらお名前を聞いてもいいですか？その時の巫女さんが榎本さんだったの。榎本さんにもらった一言で肩に入ってた力が抜けて、できることを全力でやればいいんだってちゃんと思えるようになったんだ。そんなことがあったんだ。背中を押してくれた人って言ってたのはそういうことだったのね。うん、榎本さんは明るい未来に向かって進もうとしている人たちを見守れることが嬉しいって言っていたから、私も今日そんな風にみんなの願いを見守りたい。それでもしできるのなら少しでも力になりたいって思うんだ。なら今日はみんなで見守っていきましょう。ここに来るたくさんの人たちの願いを。みんなどんな願い事をしに来るのかしらね。なんだかワクワクしてきたね。みんな早く準備しに行こうよ。うん。みんなが出てこれるような場所に行くから待っててね。そうだね。あれ、しほちゃんどうかしたの？そわそわして。ああ、実は今日の夕方頃、お姉ちゃんからここで巫女やってるから見に来てって連絡が来てて。巫女？しずく先輩が？でも、しずく先輩が巫女さんなんてやったら人がいっぱい集まっちゃうんじゃない？そのあたりは変装するって言ってたから大丈夫だとは思うけど、お姉ちゃんに見つかったら面倒くさそうだなって思って。あら、なんだかしーちゃんの声が聞こえるような。この声、みんな早く参拝の列に並ぼう。もう、顔ぐらい見せればいいのに。あれ？あ、星野さん、天馬さん、それに日の森さんと望月さんも、ようこそお参りくださいました。アルカちゃんも巫女さんやってたんだ。かわいい。すごくよく似合ってるね。巫女さんみたい。ありがとう。いろいろあってモアモアジャンプのみんなで手伝うことになったんだ。そうだったんだ。じゃあみのりや桃井先輩もいるの？うん、みのりと愛梨は授与所にいるよ。お参りまで時間があるなら覗いていくのもいいかもね。愛梨先輩がいるの？なら絶対行かなかった。さっきは本当に桃井先輩が大好きだよね。前もサインもらってたし。うん、私入院してる時よく愛梨先輩の出てるバラエティ見てたからファンなんだ。そうだったね。よかったら顔を出してあげて。きっとみんな喜ぶと思うから。あ、日の森さんも、しずくならあっちにいるよ。
か。桐谷さん、ありがとう。どういたしまして。暗いから足元に気をつけてね。ちょっと先、走ったら危ないってば。はい、浜屋と交通安全のお守りとお札ですね。こちらで間違いないですか？お、すごい速さ。ベテランの人みたいだね。本当だ。どこに何があるのか完全に分かってるみたい。次の方は、あ、あなた確か天馬さんよね。あ、はい。アイリ先輩、覚えててくれたんですか？もちろんよ、バッチリ覚えてるわ。あ、嬉しいです。ていうかさき、ここまで並んだんだから何か買ったら？そうだった。それじゃあ健康祈願のお守りください。わかったわ。ピンク色で可愛いから天馬さんにぴったりね。はい、どうぞ。天馬さんの健康を祈ってギューッとアイリパワーを注入しておいたわ。本当ですか？嬉しい。さすがアイリ先輩、他のお客さんもいるからゆっくり話せなくてごめんなさいね。ありがとうございました、桃井先輩。それから来年も姉のことよろしくお願いします。ええ、もちろん。雫のところには顔出した？きっと喜ぶと思うわよ。邪魔になるのは嫌だなって思ったんですけど、でも桃井先輩が言うなら後で顔を見せてこようと思います。よかった。それじゃあみんなでバンド頑張ってね。はい、ただいま。やっぱりアイリ先輩、スーパー神対応だったよ。もっと好きになっちゃった。よかったね、サキ。まだ時間はあるから、先におみくじ引いちゃおうか。そうだね。お参りの後だともっと混みそうだし。うん、行こう、みんな。一人だけ気合の入り方が違いすぎない。戦場に行くって感じだね。おみくじはあそこだね。あそこのおみくじには花里さんがいるみたい。本当？ならあそこで引こうか。私も引きたい。ふなっち、私の分も引いてくれる？私も引いてほしいな。書いたのでしょ？うん、少し気になる。いや、でも6人分も引いたらさすがにおかしいって思われないか？ああ、それなら私たちの分をまとめて一つ隣に引いてもらうのはどうかな。え、でも。はい、任せてください。今回こそは必ず結果を出してみせます。あ、ほなみ、大丈夫かな？なんだか心配だね。はい、39番ですね。こちらがおみくじです。次の方どうぞ。
セドさん。お、ももみちゃん、偶然だね。はい、おみくじをどうぞ。筒を 2,3 回振ると出てきやすいよ。すごく真剣に引いてる。こんなに真剣におみくじ引く人初めて見たかも。何か叶えたいお願いでもあるのかな。これです。これでお願いします。あ、はい。66番こちらです。やっぱりめちゃくちゃふわく立ってたもんな。どうしよう、このままじゃほなみちゃんが。大丈夫だよほなみちゃん、諦めなかったらきっと道は開けるから。花里さん、だからもしほなみちゃんがよければもう一回引こう。もう一回引いたら次はきっと良くなるよ。100円はかかっちゃうけど。100円でもう一度チャンスが手に入るなら。34番です。はい、こちらです。また今日。でも大丈夫、さっきよりは良くなってるよ。諦めなければ次はもっと良くなるかも。うん、そうだね。おみくじってそういうものだっけ。きっと違うと思うけど。嬉しそうだから全然オッケーだね。まあそういうことにしておこうか。みんなお待たせ、ちゃんと吉が引けたよ。そうだね。あ、金の音だ。気づいたら年越ししてたみたいだね。本当だ、いつの間に。あ、ごめんね、ついおみくじに力が入ってパタパタしちゃって。大丈夫大丈夫。それじゃあみんな改めて明けましておめでとう。じゃあみんなでお参りに行こうか。うん、今年もいっぱいお願いしちゃおうっと。さすがにこの時間になると落ち着いてきたわね。アイリー、お疲れ様。休憩に行ったミノリとしずくはそろそろ戻ってくる頃だと思うから、その後私たちも休憩に行こうか。そうね、カイロを張ったけどやっぱり寒いし、ゆっくり温まりたいわ。この声は。明けましておめでとう、はるか。あ、巫女姿もバッチリ似合ってるじゃん。はるかちゃん、明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。ああ、
小羽根、まさかここで会うなんて思わなかったな。ここで巫女さんのお手伝いをするってみのりちゃんから聞いてきたんだよ。本当にアンの親友って桐谷遥香だったんだな。そうだな。そんなに意外だったか。意外っつうか、桐谷遥香って言えば画面の向こう側の人間ってイメージだったからな。あら、もしかしてそこにいるのってアキト君とトウヤ君？の桃井さん、こんなところで何してるんすか？見ての通り、巫女よ巫女。遥香たちと今一緒にグループを組んでいるみんなとお手伝いに来てるのよ。そうだったんすか。つうことは花里は桃井さんと同じグループ？あら、みのりに会ったことがあるのね。アキト君の言う通り、みのりと私たちでモアモアジャンプっていうグループを組んでるのよ。マジっすか。確かアンのチームのみんながみのりがファンフェスタに出るときに歌を教えてくれたんだよね。うん、アキトとトウヤもみのりちゃんにいろいろ教えてたんだ。そうだったのね。ありがとう、アキトくん、トウヤくん。私からもありがとうございます。みのりがすごく助かったって言っていました。ああ、いえ、大したことはしてないので。はい、むしろこちらこそ歌を教えることで改めていろいろ学べました。やっぱりアンと一緒に活動しているだけあってすごく歌に熱心なんですね。あ、そういえばみのりちゃんは？みのりは今休憩に行ってるんだ。もう少ししたら戻ってくると思うから、後でおみくじの方に行ってあげて。うん、ありがとう、はるかちゃん。それじゃあ、4人でお参りしよっか。よし、もうすぐ私たちの番だね。お願い事はバッチリだよ。ああ、俺たちの願いは一つだからな。ん？俺もお参りする。私も。おい、お前ら、顔出すのはいいけどあんまり目立たないようにしろよ。私もちょっとだけやらせてもらおうかな。あ、ミクちゃん、ミクちゃんも一緒にお参りしてくれるんだね。ふふ、せっかくだしね、一緒にお願い事させてよ。あ、次が私たちの番だね。それじゃあみんな、行くよ。ラッドウィーケンドを超えるために頑張ります。だから、見守っていてください。みんな、すごく真剣にお願い事してる。やっぱり、あのイベントについてのお願い事なのかな。頑張れ、みんな。これでビシッと一年始まったね。あとはみのりちゃんに会ったら、ミッションクリア。それまではこの辺りで休憩するか。ん？あそこで甘酒を配っているようだな。そういえば甘酒ってお酒だけど、私たちも飲んでいいのかな。ああ、甘酒には米麹から作られるものと酒粕から作られるものがあるんだな。神社で振る舞われているものは米麹のもので、そちらにはアルコールが含まれていないらしい。へえ、
すが東野、よく知ってるね。本で読んだだけだから。酒か。そういえば昔メイコさんにウイスキーを勧められたことがあったな。え、メイコさんが？メイコ、未成年にお酒を勧めたの？ちょっとちょっと、どういうこと？大人として良くないんじゃないの？あ、カイトさん、ルカさん、スタミとの誤解しないでよね。あれは、たとえ話をしようとしただけで本当に進めたわけじゃないもの。それで、どうしたんだ、秋田は。あ？未成年の飲酒は法律で固く禁止されている。だから飲んでねえよ。あと結局ウーロン茶だったからな、それ。そうか、ならよかった。これからまた頑張るぞ。みのりちゃんが戻ってきたみたい。ねえみんな、おみくじのところにみのりちゃんがいるからみんなで引きに行かない？うん、そうしよう。みのりちゃん。あ、小羽ちゃん来てくれたんだね。しかもビビットバットスクワットのみんなで。お疲れ様、みのりちゃん。巫女さんの格好寒そうだけど大丈夫？うん、肩とか腰とかいっぱいカイロ貼ってるから結構あったかいんだよ。あ、おみくじどうぞ。今は参拝してる人も少ないし引くチャンスだよ。おみくじか。せっかくだし引いてみるとするか。ま、ちょっとした運試しだな。俺もやってみるか。うん、じゃあ順番に引いていってね。よし、みんないい？せーので開くよ。せーの。本当？やったね、アンちゃん。私は中吉だったよ。俺は吉だった。末吉か。微妙だな。そうよ、吉と末吉ってどっちが上なんだ？諸説あるらしいが、一般的には吉の方が上だと言われているらしい。あんまり結果が良くなかったらもう一回引けるからね。わざわざそこまでして運勢変えたやついるのか。ちゃんと中身も読むと楽しいよね。町人とか争い事とか一言とか。あ、思うに任すべしだって。思うに任す。思うようにやっちゃえってことか。いい言葉もらったね、小羽にぴったしちゃん。思うようにか。なら、この後練習していくか。奇遇だな。ちょうど俺も同じことを考えていた。そうなると、結局いつも通りの練習日って感じだけど、そっちの方が私たちっぽいよね。私も一緒に頑張ろうね。
子供たちに怖がられて悲しいそうです。うん、今の子供たちにとって獅子舞はちょっと怖いものみたいだね。さすがに子供たちを怖がらせてしまうのは本意じゃないから、ネネロボと一緒に少しここで待っていてほしいな。ワンダーステージでのショーで活躍してもらおう。そっか、獅子舞ロボさん、残念だけどここで待っててね。っていうか、神社にこれを持ち込むつもりだったの？まあ正月らしいといえば正月らしいが、参拝の列に並ぶと悪目立ちしてしまうし、今回はここで留守番をしてもらうとするか。それでは全員発。さて、2回目の休憩も終わったし、あと少しだね。夕方まで頑張ろう。ん？あれって獅子舞？なんであんなところでじっとしてるんだろう。出していいわけ？まあもう行っちゃってるからいいけど。俺たちのショーで世界中を笑顔にするぞ。こちらはもはや決意表明になっているね。あはは、つかさくんらしいといえばつかさくんらしいね。ルカ、お参りよ。何か知ることでも言いなさい。もう食べられないな。そうじゃなくて、お願い事を言うのよ。みんなお参りできたね。よし、それじゃあ次はおみくじに行こう。今年最初の運試しということだな。いいだろう、行くぞ。急に走ったら危ないでしょ。はあ、大丈夫かな。さすがに人も多いし、僕たちが顔を出していると気づかれちゃいそうだ。確かに少し待っていてもらった方が良さそうだね。ああ、そうだ、カイトさんたちの分もおみくじを引いておこうか。ああ、それは助かるよ。ありがとう、ルイ君。これくらい、なんということはないよ。いつもお世話になってるからね。というわけで、M 君、みんなの分も合わせて引いてくれると嬉しいな。みんな？は、うん、わかった。それじゃあ、私の分と合わせて7回引くね。大吉だ。は、こっちも大吉、これも大吉だ。なんだこの豪運は。おやおや、7回すべて大吉とはすごい確率だね。こうなったら僕たちの分も M 君に引いてもらおうか。それじゃ意味ないでしょう。うん、全員大吉となったことだし、あとは。あら、もしかしてそこにいるのって司くん？うん。おお、今の大声何？もしかして事故か何かあったんじゃ。
そこにいるのは雫ではないか。久しぶりだな。やっぱり司くんだったのね。久しぶりね。わー、キラキラしてるお姉さんだ。司くんのお友達なの？ああ、雫は志保の姉でな。そう頻繁ではないが、昔は公園で遊んだりしたものだ。志保ちゃんのお姉さんなんだ。はじめまして、こんにちは、オートリウムです。あら、あなたもしーちゃんのお友達なのね。はじめまして、妹がいつもお世話になってます。しずく、今の声って、あれ、大鳥さん。はるかって桐谷はるか？似てるけど、でもこんなところで見越してるわけないし。ねえ大鳥さん、今すごく大きな声がしたと思うんだけど、何か知らない？事故か何かと思ったんだけど。司くんのでっかいデシベルの声だから大丈夫だよ。なんだ、でっかいデシベルとは？せめて数値で言え。ああ、何事もなかったならよかった。教えてくれてありがとう、大鳥さん。もしかしてこちらの皆さんが大鳥さんが前に言ってたワンダーステージの人たち？うん、みんなでたくさんの人を笑顔にしてるんだよそうなんだね。あ、すみません、申し遅れました。大鳥さんと同じ学校に通う桐谷はるかです。明けましておめでとうございます。やっぱり。おろ、そっちのお二人は。春頃に山でお会いしましたね。お元気そうで何よりです。柳さんと上白さんよね。あの時は本当にありがとう。ん？なんだ、二人とも知り合いなのか？ええ、前にピクニックに行って道に迷った時にお二人が助けてくれたのよ。ああ、そういえばそのようなことをワンダーステージで話していたな。っていうか偶然知り合ったって感じだけどね。まさかアイドルの日の森しずくと知り合うとは思わなかったけど。そうだったんだ、しずくを助けてくれてありがとう。あ、その私は別に不思議なところで縁がつながっているものだね。ここは僕たちに任せてくれないかな。え？年の初めに泣いている子供がいるんだ。それなら僕たちの出番だろ。なるほど、それは一理あるな。幸い怪我もしていないようだし、ここは一つ俺たちがあの子を笑顔にしようじゃないか。あ、ちょっと！すみません、日の森さん。と、桐谷さん。失礼します。あらあら。司くんってば、すっごく素敵なお友達がいるのね。
昔昔、ある神社に一匹の獅子舞ロボが住んでおりました。子供が大好きで笑顔にしたいと思う獅子舞ロボですが、見た目が怖いので近づくとすぐに子供は離れていってしまいました。あの獅子舞、子供を頭から食べちゃうんだって。わあ、みんな逃げろ。しかしそんな様子を見ていた神様が獅子舞ロボに話しかけてくれました。そう悲しむでない。みんなの笑顔を望むお前にわしが力を与えてやろう。さあ、これが神の力だ。受け取れ。さあ、新しい仕掛けのお披露目だ。まずはお正月らしく餅を配ろうじゃないか。獅子舞ロボペータの力はこれだけじゃないよ。さらに頭上にタコをあげて。よかった。でもあんまり騒ぐと神社の人に怒られるから、ほどほどにね。ここで劇を始めちゃうなんて。でもそういえば、みんなが笑顔になれますようにってお願いしてる声が聞こえたっけ。きっとあれは大鳥さんたちだったんだね。くたくただ。そうね。休憩時間以外立ちっぱなしだから思ったよりも疲れたわね。何言ってんの。明日はお正月配信もあるんだから疲れたなんて言ってられないわよ。さすが愛理は体力あるね。あ、配信も巫女さんの服でやっちゃうのはどうかな。絶対みんな喜ぶよ。さすがに配信のために貸し出してはくれないでしょう。あら、かわいい。ちょっと最初に言うことがそれ。ここは明けましておめでとうでしょ。エナ、みずき。わあ、明けましておめでとうございます。朝比奈さんも明けましておめでとう。今年もよろしくね。明けましておめでとう、日の森さん。エナから聞いてたけど、本当にみんなで巫女さんのお手伝いをしてたんだね。ええ、いろいろあってみんなでお手伝いをしようっていうことになったの。そうだったんだ、大変だね。う、寒い。あら、大丈夫？今年のお正月はあったかいって言ってたけど、日が落ちてくるとさすがに冷えるわよね。そうだ、みんな甘酒を飲んでいくのはどう？温まるよ。いいね、お言葉に甘えていただいちゃおっか。はい、どうぞ。お、ありがとう。温まる。アイドルに甘酒をもらえるなんて
これは五臓六腑に染み渡っちゃうね。おじさんみたいなこと言わないでよね。すごく温まるよ。ありがとう、日の森さん。どういたしまして。よし、温まったことだし、神社でやれること全部やっちゃおう。やれることって？やっぱまずはおみくじでしょ。こういうのって普通はお参りからじゃない？まあまあ、固いこと言わないで。大事なのは信じる心だからさ。だいぶテンション任せね。でもまあ、行きたいところから行っていいんじゃないかしら。そうだね、絶対に順番を守らなきゃいけないってわけでもなさそうだし。まあそれもそっか。アイリの様子も見れたし、ちゃちゃっとやってお参りしてファミレスでのんびりしよう。じゃあおみくじに案内するよ。ついてきてくれる？お、やったー、大吉。なんで今日なわけ？うわ、今日とか初めて見た。交換してあげよっか。いいからそんな道場。かなでちゃんは99番です。ありがとう。もう一回引いてもいい？え、もちろんですよ。誰かの分ですか？うん、誰かのっていうか、あっちのみんなの分だけど。はい、1番です。どうぞ。それでどうだったの？奏は末吉だった。真冬は？私も末吉。番号も同じだし、同じ内容みたいだね。うん。あ、願望、努力すれば叶う、だって努力すれば。今年も頑張るよ、真冬。うん。おーい、参拝客いないからすぐお参りできそうだよ。あ、うん、今行くよ。もう日もすっかり暮れたし、もうすぐこの手伝いも終わりだな。宵崎さんたちのお参りが最後に見届けられるお参りかも。みんなお賽銭入れた？用意できたら鈴鳴らすよ。うん、大丈夫だよ。それじゃあ行くね。今年も自分の納得できる絵が描けますように。それから水木のことは神様頼りじゃなくて、私自身が何とかしなくちゃね。待つって決めたんだから。今年もみんなと一緒の一年が始まってよかったな。どうかこの時間がずっと続きますように。自分を見つけられますように。みんなを救う曲を作れますように。こっそり見に来たけど、みんなすごく真剣にお願い事してるみたい。私もお願いしよう。みんなのお願い事が叶いますように。あれ、宵崎さんのポケットから
何かが見えた気がしたけど、気のせいかな。どうしたの、はるか。エナたちの方を見てどうかした？あ、ううん。みんなすごく真剣にお願い事してるなって思って。そうね、きっと何か大切なことをお願いしてるんでしょうね。うんうん、大切なお願い事だと自然とお願いする時間も長くなっちゃうよね。うん、何をお願いしてるかはわからないけど、叶うといいな、みんなのお願い事。さて、これで終わりだね。みんな、本当にありがとう。終わってみるとあっという間だったわね。いい経験ができたわ。そうね、甘酒を振る舞うとみんな笑顔になってくれるから、とっても嬉しかったわ。うん、大変なこともあったけど、すっごく楽しかったね。そうだね。それに、たくさんの人がお願い事をしてるのを見られたのが良かったな。そうね。あ、それじゃあ私たちも最後にみんなでお参りをしましょう。そうね、こんなに頑張ったんだもの。神様もきっと私たちのお願いをよく聞いてくれると思うわ。そうだね。それじゃあ鈴を鳴らすよ。この先もみんなと一緒にたくさんの希望を届けられますように。お願いできたわ。うん、あ、だったらせっかくだしおみくじ引いて帰ろうよ。あ、じゃあお守りもいただきたいわ。配信を安全にできるようなお守りはあるかしら。そんなもんないわよ。何よ、配信安全のお守りって。それじゃあみんな、お正月配信も頑張ろうね。